い、こんにちは、レッドスノーノです。明けましておめでとうございます。今年も一年よろしくお願いいたします。年始は勉強を休む方もいますが、ここで勉強を止めてしまうと勉強の習慣が崩れてしまうので、できるだけ勉強を続けていきましょう。それでは1月1日の3問に入ります。A の B に対する貸金債務について、A の保証人 C が B に弁済した場合、C は B の承諾なくして B に代位する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。まずこの問題文の状況なんですけれども、A が債務者で B が債権者、C が保証人といった感じです。なので、まあ、イメージとしては、まあ、B さんが A さんにお金を貸しましたよと。で、その保証人が C さんですよっていうイメージが分かりやすいんじゃないのかなと思います。保証人 C が B に弁済した場合、保証人 C は債権者 B の承諾なく B に代位する丸か×かという問題ですよね。なので、保証人 C がまず B さんに弁済してるんですね。債権者に弁済してます。で、B に代位するっていうのは、まあ、イメージとしては、まあ、債権者 B の地位が C さんに移行すると。つまり C さんが債権者になる。もっと簡単に言えば、まあ、債権が C さんに移転すると。まあ、いったイメージなんですね。で、結論から言うと、C が弁済すると、弁済によって、当然に、債権者 B が有していた、債権、これが C に移動するんですね。で、債権者の同意は必要ありません。なので、丸になるということです。これ、債権者 B の地位を引き継ぐっていう言い方して、法定代位って言うんですね。で、結果として、まあ、弁済した保証人が債権者になって、債務者に対して弁済を求めることができるっていう話なんですよ。C さんが債権をもらえますよね。だから、C さんが債務者 A に対して、請求できる。まあ、求償っていう言い方するんですけども、請求できるっていう話ですね。そしてこの点は、比較して覚える、点がございます。で、個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガから、そちらをご覧ください。二つを対比して解説しています。この二つ、ごっちゃにして覚えている受験生が多いので、絶対整理して頭に入れておきましょう。で、問いにですね、媒介依頼を受けた宅建業者が一定事項を指定流通機構に登録しなければならないのは、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介のどれかっていう問題ですね。まあ、すべて選べという話なんですけれども、答えは、専任媒介と専属専任媒介のこの2つですね。そして一般媒介契約っていうのは、指定流通機構に登録する義務はないんですね。ただし、一般媒介契約であったとしても、媒介契約書に指定流通機構に登録するかどうかは記載しなければいけないんですよ。つまり、指定流通機構に登録しなかったとしても、指定流通機構に登録しないっていうことを記載しなければいけないんですね。この点引っ掛けパターンなので、絶対に覚えておきましょう。で、宅地造成等規制法です。宅地造成工事規制区域内において、私立高校用地の造成のため、10万平米の土地について、切り戸または盛り土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を有しない、丸か×かという問題です。これは必要なので×ですね。宅地造成等規制法でいう宅地っていうのは、農地、採掘放牧地、森林、道路、公園、河川、まあ、その他政令で定める、公共施設のように供されている土地以外の土地なんですね。で、この政令で定める公共施設のように供されている土地の中に、私立の高校ではなくて、まあ、公立の高校とかは入ってくるんですよ。公立の高校は入ってきます。なので、公立の高校は、これ宅地にはならないんですね。まあ、公立の高校のための用地ですね。は宅地にはなりません。しかし、私立高校用地っていうのは、これは宅地に当たります。で、今回は10万平米の造成工事なので、宅地造成等規制法の許可が必要だということです。公立高校用地は宅地ではありません。だから、宅地造成等規制法の許可の対象外で、まあ、許可は不要なんですね。まあ、一方、私立高校用地は宅地に該当するから、宅地造成等規制法の許可の対象になるよと。これは対比して覚えておくと便利なので頭に入れておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。今年も一年よろしくお願いいたします。レトスの小野でした。